名古屋線は、三重県松阪市の伊勢中川駅から、愛知県名古屋市中村区の近鉄名古屋駅までを結ぶ、近畿日本鉄道の鉄道路線である。伊勢中川駅から近鉄大阪線や近鉄山田線に直通して、名古屋と大阪や伊勢島を結ぶ特急列車が多数運行されている。また、名古屋と三重県の沿線都市を中心とした地域輸送も担っており、 名古屋への通勤、通学路線となっている。東海旅客鉄道の関西線と競合関係にあるが、競合区間において単線部分が多く存在する関西線に対して線路設備、運行本数、利便性などで等路線が優位に立っている。名古屋都市圏と三重県北中部の地域輸送を担うほか、近鉄大阪線、 南波線を経由して大阪南波駅まで特急列車が直通運転しており大阪都市圏とを結ぶ名阪の幹線鉄道として東海道新幹線に次ぐ存在となっているなお正式な起点は伊勢中川駅だが列車運行場は近鉄名古屋駅から伊勢中川駅へ向かう列車が下り逆方向が上りである2010年4月1日には 近鉄名古屋駅伊勢中川駅間の全線で、名古屋列車運行管理システム、クロノスが導入された。全線、名古屋統括部の管轄である。名古屋線は、伊勢平野の伊勢湾沿岸部に付設され、比較的平坦な路線となっている。それでも、内陸部を走行する津新町駅伊勢。 中川駅間では22.7パーミルマイナス33.3パーミルの勾配区間が数箇所存在しており、東園駅伊勢中川駅間には最も急な33.5パーミルの勾配がある。また、名古屋線は路線距離の長い本線ながらもトンネルがほとんどないことも特徴である。例外として、近鉄名古屋駅、米野駅間に地下線トンネルが 霞ヶ浦駅枕川駅間の9は、津駅跡にある2カ所のコンクリートトンネルが存在するのみである。近鉄名古屋線は、複数会社が建設した路線をつなぎ合わせる形で成立した。桑名駅江戸橋駅間は、伊勢鉄道によって建設された。もともと、同地域には、国鉄関西本線と三宮線が、明治期に、 施設鉄道の関西鉄道と三宮鉄道によってそれぞれ付設されていた。両線は大阪方面からの輸送を主眼に置いた線形となっており、愛知県や三重県北部から三重県中南部に向かうには亀山駅でスイッチバックを必要とした。 伊勢鉄道はそれを短絡する目的から設立され、三重県の二大都市である四日市と津を結ぶ路線を1915年から1924年に順次開業させた間。なお、両都市間には1973年に同じ理由で国鉄伊勢鉄道伊勢線が開業した。期間は国鉄との貨車直通を考慮し、1067mm の狂気とした。 また、軽便鉄道であり、路線規格は低く、沿線諸集落を縫うために、曲線を多用した線形が採用された。この段階では一地方のローカル施設であったが、1926年に、社名を伊勢電気鉄道に改め、同年中に直流電化を完成させた頃から、 東海の飛翔軍と呼ばれた有力実業家の熊沢和江が社長に就任したこともあって拡大策を取るようになり北は名古屋への進出南は伊勢神宮がある宇治山田への進出を目論むようになった当時関西系の企業である大阪電気機,機動とその子会社で三宮急行電鉄が大阪から伊勢への進出を目論んでいた 伊勢電は北への路線は1929年に、桑名駅までを開通させ、養老電気鉄道を買収した時点で、そこから、先の延伸を後回しとし、地元企業としての大行進から3級が建設中の路線と、並行する伊勢への路線を優先して建設した。3級線の全通5日後には武電駅、津新地駅から新松阪駅マイナス台。 神宮前駅間の路線を全通させ、桑名駅マイナス大神宮前駅間に、申請者のモハに231型を用いた、急行電車を走らせた。新規開業区間の多くが、複線電化の高規格路線であったが、前述したようにもともとは、四日市駅通駅間は低規格の路線であったため、四日市と津の両市内では、市街地を、 クランク状に縫う形で線路を仕かざるを得ず、急カーブ区間が生じた。特に、四日市駅のすぐ北は、三重鉄道や四日市鉄道から譲り受けた路盤を用いて、線路を敷いたことから、半径100メートルで、南方向から西方向へほぼ直角に曲がる通称、全高時カーブができ、後々まで、スピードアップや、車両大型化の障害となった。 江戸橋駅以南は、三宮急行電鉄が建設した。同社は、現在の近鉄大阪線桜井駅伊藤と山田線を建設し、親会社である大阪電気軌道の路線と接続して、大阪から片道2時間余りで行ける伊勢神宮への参拝ルートを作り上げていたが、それが実現する前にすでに、名古屋方面への進出を計画し、桑名までの免許を取得した。 この免許取得に関しては、岩田橋駅伊勢川口駅間で営業を行っていた軽便鉄道会社の中、勢い鉄道を参加に置き、同社の支線として、中川被災間の免許を申請し、その後、免許を産級に譲渡させ、譲り受けた産級が、区間延長申請するという方法が取られた。だが、国鉄の運営と私鉄の監督を当時行っていた。 鉄道省では、このまま行けば、伊勢電線、国鉄線と合わせて、三つどもへの競争になり、友倒れになることを危惧していた。そのため、当初3級が申請した免許は名古屋までであったが、製作上、クワナまでとして交付された。3級は、伊勢進出後しばらく世界恐慌の影響もあって、赤字に苦しんでいた。とりあえず国鉄線や伊勢電線と連絡して、クワナ、 四日市から大阪方面へ向かう客を運ぶことで増収につなげようとした。1930年から1932年に免許線の工事を行い、そして中川駅から国鉄津駅までを津線として開業させ、津駅から徒歩5分程度の伊勢電津駅との連絡も図られた。これにより追跡間で3級と伊勢電の路線が競合することとなったが、 まもなく、伊勢電は、伊勢進出に多額な資金を使ったことや、名古屋進出が達成できずに乗客が伸びなかったこと、熊沢が頭取を兼任していた有志元の四日市銀行が、取り付け騒ぎにあって休業したため資金繰りが悪化した、ことなどから経営に行き詰まり、銀行管理会社になった。そのため産休が、伊勢電を1936年に吸収合併し、 旧伊勢電本線を三級名古屋伊勢本線とした。その上で合併直前に両者の共同出資で設立されていた関西急行電鉄によって伊勢電、三級いずれにとっても悲願であった名古屋進出に取り掛かることとなった。この区間は前述した関西急行電鉄によって建設されることになった。同区間は基礎三線と総称される伊長良川、 基礎川を越える必要があり、その橋脚建設の資金が必要であった。伊勢電の計画では、並行する関西本線の橋脚が掛け替えられたため、不要となる旧橋脚を購入して付設することにしていた。石宮電も、さほど資金的な余裕がなかったため、伊勢電の計画をそのまま引き継いだ。この橋脚に関しては、戦後新たに掛け替えられている。 建設は日中戦争の最中に行われたため、軍事上必要な鉄の調達は難航したという。名古屋のターミナル駅は、伊勢電は方向転換不要なようにループ状にする計画であったが、関宮電は一般的な三面三線の東端式ホームにした。これによって、1938年6月26日に、現在の名古屋線となる区間が完成した。 前述のような建設経緯から、名古屋駅江戸橋駅間は、狂気。江戸橋駅3級中川駅間の通線は、標準期となり、名古屋大阪間直通の利用客は3級、中川駅でのスイッチバックと江戸橋駅での乗り換えを、強いられた。そのため、名古屋延伸の半年後に江戸橋駅3級、中川駅間を狂気化し、名阪間の移動に際しては3級中川駅での、 乗り換えとした。1940年に、石球電は3級に合併され、石球名古屋駅桑名駅間は、名古屋伊勢本線に編入された。さらに1941年には3級と大器が合併して、現在の近鉄の原型となる関西急行鉄道が発足。 関急発足時の路線名整理により津線及び名古屋伊勢本線3級名古屋駅江戸橋駅間が名古屋線、江戸橋駅大宮宮駅前間が伊勢線になった。山田線と重複するため、1942年に伊勢線の新松坂駅マイナス大神宮前駅間を廃止した後は名古屋伊勢間直通の利用客も伊勢中川駅で乗り換えが必要になった。 伊勢中川駅での乗り換えは最短時間になるよう配慮され、時刻表でも名古屋駅時点で大阪行、宇治山田港と案内された。悲願の名古屋線の標準機への改め機は1960年2月の実施に向けて1957年頃から準備工事が行われた。この一環として並行する国鉄関西本線の 橋梁を掛け替えの際に不要となった橋脚を譲り受け、単線で輸送力増強の障害となっていた意ビ長良川橋梁と木曽川橋梁についても、改め機に対応できる伏線のトラス橋に掛け替える、ことになった。あとに、名古屋線は1959年9月の伊勢湾台風によって特に、愛知県内において、線路水没、流出などの被害を受けたが、 伊ビ、長良川橋梁は、台風襲来の7日前、木曽川橋梁については、台風襲来の当日に完成したため、幸い深刻な被害はなかった。これを当時社長の佐伯勇による、加点じて、福とナスとの判断で、台風による水害からの復旧を機に、改めき工事を、同年11月に前倒しして実施した。工事は、 名古屋線全線と神戸線を全体で9区画に分け、1日に月区画ずつ昼間の6時間をバス代行とし、千数百人に及ぶ作業員らによって、午前からレールの移設をはじめ昼過ぎには完了、夕方には改め機の済んだ線路上で定期列車の運行が行われた。同年11月27日には、 すべての区間での工事が完了し、その後線路の同省改良を経て、同年12月12日より、名古屋駅上本町駅間と名古屋駅富士、山田駅間の直通運転が開始された。また、前述のような事情で随所に存在した急カーブも、改め期に先駆ける形で複線化を兼ねた、線形改良がなされ、多くが解消されている。なお、伊勢線は、 狂気のまま水害から復旧したが、伊勢湾台風襲来から1年4ヶ月後の1961年1月に、全線廃止された。近畿日本鉄道発足まで近畿日本鉄道の発足後名阪直通運転開始後、近鉄名古屋発は、日中おおむね1時間あたり、特急4本、急行3本、準急2本、普通3本の運転。ユーラッシュ時の下りは、 特急は5本、急行、普通は、各4本、準急は1から3本の運転である。朝の名古屋方面は、各種別が増発され、特に急行は、津新町、白洲、近鉄四日市各駅発なども加わる。定期列車の車両増結、切り離しは、近鉄四日市駅、塩浜駅、伊勢中川駅で行われている。大阪線、 奈良線と並ぶ近鉄の主要幹線であるが、快速急行の設定はない。特急特急には、停車駅の少ない高特急と多いオツ特急があり、名古屋線内では、高特急は、津駅のみ、オツ特急はそれに加えて、桑名駅、近鉄四日市駅、白子駅、伊勢中川駅に停車する。2013年運行開始の観光特急、島風は、 近鉄四日市駅のみ停車する。なお、大阪南波方面と直通する特急は、中川短絡線を通行するため、全列車伊勢中川駅のホームに停車しない。最大8両編成まで運転される。日中時間帯は、大阪方面への高特急、オツ特急が1時間あたり、各1本、伊勢島方面へのオツ特急が1時間あたり2本、運転されている。 18時台21時台までのラッシュ時は、大阪方面への高特急、オツ特急が1時間に1本ずつ運転、伊勢島方面へのオツ特急が1時間に3本、運転されている。名古屋線内では、特急列車の向きは、大阪方面への列車に合わせているため、島風と伊勢島ライナーを除いて同じである。急行名古屋線で終日運転されている。 2018年3月17日のダイヤ変更時点における名古屋線の途中停車駅は、おつ特急の基本停車駅に加えて、近鉄カニエ駅、近鉄屋富駅、近鉄戸田駅、塩浜駅、伊勢若松駅、江戸橋駅、津新町駅、南が、岡駅、久江駅、東園駅である。特急を除く三重県内における長距離速達種別であり、 普通列車の本数が減少する津新町駅伊勢、中川駅間を各駅に停車することで、同区間における普通列車を保管する役割を担う。8時から17時台までは、近鉄名古屋駅山田線松坂駅間で1時間あたり3本、設定されており、このうち1本が山田線宇治山田駅もしくは、飛ばせに鈴川駅に直通している。朝と夕方以降には、 津新町駅や伊勢中川駅発着のほか、一部の列車が、鳥羽線鳥羽駅発着で運転されており、早朝には、津駅始発の松坂駅急行も一本のみ運転されている。朝は、津新町、白洲、近鉄四日市各駅発の列車も設定され、平日朝7時台に、近鉄四日市駅を発車する名古屋方面の急行は8本となっている。 夕方の下り列車は、松阪方面行きで1時間に4本、夜間の下り列車は、津新町、伊勢中川駅行,行き、各1本が30分間隔で運転されている。かつては、最終の休行は、近鉄名古屋駅23時40分発で、近鉄四日市駅行きであったが、2021年7月3日の、ダイヤ変更で準急に、格下げとなった。 2000年までは、津新町駅折り返しの休行が、日中に1時間あたり1本設定され、津新町駅伊勢中川駅間は1時間あたり2本の運転であったが、2001年に伊勢中川駅折り返し、2012年に松阪駅折り返しに変更され、全区間1時間あたり3本運転となった。また、2003年までは日中にも鳥羽駅発着の、 列車が多数設定されていたが、2004年のダイヤ変更で、鳥羽駅発着の大多数が、宇治山田駅、伊津川駅折り返しに変更となり、それ以降、鳥羽駅発着は朝と夕方く夜間に設定されるのみとなった。日中時間帯の近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅間の列車は2012年3月20日のダイヤ変更で増発されたもので、 平日はサラッシュを呼び、深夜以外で、同区間のみの休行は、初めての設定であるが、2016年3月19日の、ダイヤ変更で、近鉄四日市駅9時ダイハツと、近鉄名古屋駅15時ダイハツの一往復を除いて、すべて準急に格下げされている。さらに、2020年3月14日の、ダイヤ変更で、近鉄名古屋駅15時ダイハツの一本も準急に、 格下げされている。途中駅における多種別との連絡は、ユーラッシュ時を除き近鉄カニエ駅、近鉄四日市駅、白子駅で普通に、朝日区日中は近鉄四日市駅で準急に連絡する。ユーラッシュ時は近鉄カニエ駅で、富吉駅発着の普通、近鉄や富駅で、準急近鉄四日市駅と白子駅で普通に連絡する。 夜間の津新町駅の一部は、江戸橋駅で、伊勢中川駅普通に連絡する。なお、伊勢中川駅以南に直通する列車は、伊勢中川駅で、大阪線一般列車や賢島方面発着の、普通列車及び堺四特急との連絡が考慮、されている。特急列車の対比は主に塩浜駅、伊勢若松駅、江戸橋駅で行われており、ラッシュ時には、 近鉄カニエ駅や近鉄や富駅で対比する列車に加え、桑名駅、近鉄四日市駅、白子駅で、オツ特急の対比と、環球接続を同時に行う列車もある。なお、前述の近鉄四日市駅発着列車は、設定当初は、上り列車のみ、近鉄カニエ駅で名誉オツ特急を対比し、下り列車は、近鉄四日市駅まで先着していたが、 2014年9月21日ダイヤ変更では、下り列車が近鉄名古屋駅を名阪オツ特急の直前に発車するダイヤとなったため、上下列車ともに近鉄カニ駅でオツ特急を退避していた。1997年ダイヤ変更から2003年ダイヤ変更までは、下り列車の近鉄名古屋発車時刻はオツ特急の直後であったので、基本的に名古屋線内で、 オツ特急に追い越されることはなかったが、現在は、後発のオツ特急との時間差が縮まったことで、塩浜駅、または、伊勢若松駅でのオツ特急退避が必要となり、日中時間帯のダイヤでは急行と、オツ特急を合わせて、約10分間隔に気に付かされた反面、白子駅以内への到達時分は増加した。2018年3月17日現在、 近鉄名古屋駅伊勢中川駅間の最速所要時間は1時間15分である。編成は近鉄名古屋側から2両プラス4両の6両編成を基本とするが、早朝と深夜の一部列車は4両編成で運転される。白子駅以南を発着する列車では全列車にトイレがついている。大阪線との直通運転2020年3月14日の ダイヤ変更時点では、急行以下の列車で、名古屋線と大阪線の間で、直通運転を行う列車は存在しない。2018年3月16日までは、早朝に1本のみ、名張駅発近鉄名古屋駅,駅急行が設定されており、この列車は、中川短絡線を経由せず、伊勢中川駅で、方向転換して、名古屋線へ、直通運転し、 大阪線内では新青山トンネルを通過するため、工術の大阪線所属編成が重当されていた。なお、近鉄名古屋駅名張駅間の距離は 120.6km で、近鉄名古屋駅鳥羽駅間の距離 120.4km より 0.2km だけ、長く、ダイヤ上は、近鉄名古屋駅発着の最長運転距離の、急行であった。 2020年3月13日までは、早朝の近鉄名古屋始発の急行の一部の列車は、伊勢中川到着後、そのまま列車番号と行き先を変更し、そのまま大阪線へ入る運用が存在していた。これらの運用には大阪線の車両が当てられていた。鈴鹿線との直通運転2020年3月14日のダイヤ変更時点で、 鈴鹿線と直通する列車は、平日朝に、近鉄四日市駅発平田町駅行きの急行が一本のみ、運転されている。平田町駅発や土曜、休日は運転されていない。2012年3月18日までは土曜、休日も平田町駅行き、近鉄四日市駅行きが、各一本運転されていたが、同年3月20日のダイヤ変更で廃止されている。 1987年以前は、平田町駅折り返し列車が終日設定されていた。編成量数は、鈴鹿線のホーム有効町の関係から、3両編成で運転されている。順九1983年のダイヤ変更で、設定された2代目の準急である。終日運転され、日中は、近鉄名古屋駅近鉄四日市駅間で1時間あたり2本。 日中以外は、近鉄名古屋駅、富吉駅、近鉄四日市駅間で運転される。近鉄名古屋駅、近鉄カニエ駅間はノンストップで、近鉄カニエ駅以南は各駅に停車する。愛知県内での短距離速達種別である一方で、三重県内における普通列車の保管という位置づけになっている。なお、近鉄四日市駅に到着する列車の大半は、列車種別を、 普通に変更して、塩浜駅、津新町駅、伊勢中川駅まで運転を継続する。日中の準急は、始発駅を急行の続行で発車するため、近鉄四日市駅まで後の急行より先着する。退避回数によって所要時間に差があるものの、近鉄名古屋駅近鉄四日市駅間の標準所要時間は50分強。 そのうち、急行との相互接続や、通過待ちを行わない列車の最短所要時間は45分で、あり、同一区間を最短時分で運転する急行と、比較しても10分弱の時間差しかない。途中駅での他種別との連絡については、ほぼ終日にわたって、桑名駅と、近鉄四日市駅で、オツ特急と、近鉄四日市駅で急行と、近鉄カニ駅か、 富吉駅で普通列車と接続する。ラッシュ時の一部は、近鉄カニエ駅、近鉄ヤトミ駅、桑名駅、近鉄都大駅で急行と接続する列車があり、夜間の富吉駅発着の一部に、近鉄カニエ駅、または、富吉駅で、四日市方面発着の普通列車に接続する列車が存在する。一方で、列車対比については、 上記の接続駅以外に駅西駅や川越富菅原駅でも行われ、ラッシュ時には近鉄発田駅で普通列車を追い抜く列車も存在する。2002年ダイヤ変更までは終日にわたり近鉄カニエ駅、または富吉駅で普通と準急の近鉄や富駅で準急と急行の接続をとっていたが、同ダイヤ変更で近鉄カニエ駅が 急行停車駅に追加されたことにより、ラッシュ時のみ接続するようになった。名古屋市内の急行通過駅から、四日市方面へは、近鉄カニエ駅で急行に乗り換えられるようになり、日中において、準急の必要性が減少したため、2002年ダイヤ変更から2012年ダイヤ変更までは、日中の富吉駅近鉄四日市駅間は、準急が運転されていなかった。 編成量数は、基本的に2両3両編成で、ラッシュ時は4両か5両編成で運転されるが、近鉄四日市駅で普通に種別変更する際に、後部編成を切り離す。5両のうち、2両プラス3両の組み合わせの列車は2018年3月17日のダイヤ変更で消滅した。また、土休日の近鉄四日市駅8時17分発。 近鉄名古屋駅行きは急行の編成を単独で使う、運用で5200系を除く名古屋線所属の4両編成のいずれかが充当される。富吉駅での増結や車両切り離しは設定されていない。富吉駅の一部の列車は、富吉車庫への入出庫改層兼用で4両5両の、他に急行用編成を使用した6両で走るが、この場合は、 近鉄名古屋駅の3番線から発車する。近鉄名古屋駅発最終の近鉄四日市駅急行を格下げした形で設定された近鉄名古屋駅23時40分発近鉄四日市駅行きについても近鉄名古屋駅の3番線から発車する。普通各駅に停車する。日中は1時間あたり近鉄名古屋駅津島地駅。 伊勢中川駅間の系統が1本、近鉄名古屋駅、富吉駅間の系統と、近鉄四日市駅津新町駅間の系統が2本ずつ、運転されており、富吉駅近鉄四日市駅間で、各駅停車になる毎時2本の準急と津新町駅、伊勢中川駅間で、各駅停車になる毎時3本の急行を含めて、 近鉄名古屋駅伊勢中川駅間では1時間あたり3本の本数が確保される。近鉄名古屋駅伊勢中川駅間の列車は、伊勢中川駅で、賢島方面からの列車と、相互接続するようになっている。ラッシュ時については、全線投資で運転されるのは一部のみであり、近鉄名古屋駅、富吉駅間及び、近鉄四日市駅津新町駅、 伊勢中川駅間の区間運転が主である。当社は大多数の列車が近鉄四日市駅で準急に種別変更して近鉄名古屋駅まで運行を継続している。本数はごくわずかだが近鉄四日市駅で急行に種別変更する列車や伊勢中川駅で 大阪線大阪上本町駅急行に種別、行き先変更を行い引き続き運行する列車もあり、これらの種別変更を行う街頭列車は、駅形出の時刻表にて案内されている。その他、早朝、夜間とラッシュ時の前後時間帯に、桑名駅、塩浜駅、白子駅、白塚駅を発着とする列車や、近鉄名古屋駅、 富吉駅近鉄四日市駅間を普通列車として運行する列車、編成送り込み、入庫会送検用として、近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅、潮浜駅間及び、白塚駅伊勢中川駅間の区間運転列車もあり、白塚駅島線賢島駅間で運転される。列車が早朝を上りと夜下りに各1本設定されている。 編成量数は原則として2両か3両編成で運転されており、急行・準急通過駅の多くはホームが最大3両、または4両までしか対応しておらず、近鉄の非ワンマン車にはドアカット機能がないため、臨時列車を除けば途中駅での増結・開放も行われないが、一部時間帯は白塚駅で、 車両交換を実施して、白塚駅伊勢中川駅間を4両編成で運転される列車もある。また、津駅6時11分発の伊勢中川駅行きについては6両編成で運転されている。多線区の普通と比較しても、運転距離が長く、 近鉄名古屋伊勢中川間の列車で 78.8km、白塚駅島線賢島駅間の列車で 83.1km となっており、2018年3月17日現在の近鉄の定期列車で運転される、普通列車としては最長及び2番目に長い運転距離となっている。近鉄名古屋駅伊勢中川駅間の標準所要時間は2時間10分前後。 対比の少ない早朝、夜間の列車の所要時間は2時間前後である。2012年3月20日のダイヤ変更より、前線投資で運転される列車は、従来より削減され、日中にも、近鉄名古屋駅、富吉駅間の列車が、毎時1本運転されるようになったが、2016年3月19日の、ダイヤ変更で前線投資、運転の列車が、 毎時一本設定されるようになり、島線直通列車は毎時一本に削減された。2018年3月17日のダイヤ変更より、普通列車は昼間の時間帯の列車が、津新町駅までの運転となったため、白塚駅伊勢中川駅間で実施していたワンマン運転が見直された。2021年7月3日のダイヤ変更より、 従来近鉄四日市駅から津新町駅までの運転だった昼間の毎時2本の列車のうち1本が塩浜駅止まりとなり、塩浜駅津新町駅は毎時3本から毎時2本に減便となった。2018年3月16日まで、島線直通の列車がワンマン運転で運行されており、 日中から夕方にかけて、白塚駅島線賢島駅間で運転されていた。ワンマン列車は、全列車2両編成で運転されたが、平日朝の山田線宇治山田7時1分発、白塚駅に限り工述の急行用車両を用いた4両編成で運転されていた。名古屋線所属の2両編成ワンマン車両には、 四線用ワンマン車両には内ドアカット機能があり、無人駅では一両目後乗り、前折りとして運転手が運賃生産を行う形となっており、白塚駅以南のワンマン列車はこのシステムを採用していた。旧、準急1983年3月18日のダイヤ変更前まで設定されていた。名古屋線全線のほか鳥羽線鳥羽駅、または、 鈴鹿線平田町駅までの直通列車も運転されていた。1956年の近畿日本、四日市駅移転直前の停車駅は、近畿日本屋富駅、桑名駅、増尾駅、富須原駅、近畿日本戸田駅、桜川駅,駅、諏訪駅、四日市駅、塩浜駅、伊勢若松駅、白子駅、江戸橋駅、津駅、津新町駅、被災駅,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 駅で、 諏訪駅以南は急行と同じであった。その後、以下のように変遷した。この後、1983年の廃止まで、近鉄ニエ駅近鉄四日一駅間では透け、小木駅、霞ヶ浦駅、川原町駅の3駅を通過した。直行1964年3月23日のダイヤ変更まで、 現在の準急に近い列車として直行が運転されていた。近畿日本名古屋駅伊勢中川駅間に運転され、停車駅は近畿日本蟹江駅と近畿日本雅美駅以南の各駅であった。近畿日本名古屋駅近畿日本雅美駅間の各駅は同区間折り返しの普通列車が停車していた。大晦日から元日にかけての終夜運転は近年は 近鉄名古屋駅伊勢方面間に、おつ特急、急行が30から60分間隔で運転される。ほか、名古屋線の全区間で普通が30から60分間隔で運転される。なお、湯の山線、鈴鹿線では近年実施されておらず、列車の運転区間は時間帯によって一定していない。沿線の神社や仏閣への年越し参り向けの運行であるため、 ビジネス向けである、名阪特急は、終夜運転を行わない。したがって、名古屋大阪方面間へは、伊勢中川駅で、乗り換えが必要である。また、乙特急は、被災駅を除いた、基本停車駅のすべてに停車するが、万位特急や吉野特急のように通常ダイヤでは、停車しない駅への特別停車は実施されず、急行の特別停車も行われない。名古屋線沿線で、 イベントや大学入学試験などが行われる際は臨時列車の運転や臨時停車が実施される。臨時休校の多くは定期休校同様に4両編成か6両編成で運転され、普通列車も一部区間では最大5両編成まで増結が行われる。このうち桑名駅と津駅を終着とする臨時休校が運転される際は、 急行クワナ及び急行津の方向幕表示が用意されていないため、カニ方向板を掲出して運転される。近鉄名古屋駅川越と水原駅間は、東海地震に対する地震防災対策強化地域に関わっており、東海地震の警戒宣言が発令された場合、同区間では列車の運転が中止されることになっている。これに伴って、名古屋線では、 川越と水原駅伊勢中川駅間では、特急列車の運転が取りやめられ、一般列車でも、本数の間引き、助行運転の措置が行われることになっている。また、名阪港特急の運転も取りやめられるなど、大阪線などにも影響が広がることになる。近鉄名古屋線を走行中の主な車両2020年4月1日時点。 名古屋線で使用される車両の配置検索については、記述のないものについては、富吉地検索の配置である。なお、4両編成は配置されている全編成が、トイレ装備車を連結する。名古屋線系統の一般車両には、シリーズ21は1両も配置されていない。一般車両団体用車両標準規線区の各線で運用されている。大阪線の項も参照。 事業用車両一般車両団体用車両事業用車両名古屋線の一般車両については一部例外はあるものの編成量数と列車種別で車両運用が概ね区分されている3両編成については準急普通列車2両編成については準急普通列車の他に急行の増結車4両編成については急行の運用が中心となっている 休行に関しては、白子駅以南発着列車は原則、トイレ付きのため5 2 0 0系、5 8 0 0系、2 6 1 0系、2 8 0 0系といった、クロスシート車が充当され、ロングシートの場合は2817回、1 2 0 0系、1211回、1212 12回、1407回が充当される。休行は前述のように、 近鉄名古屋側から2両プラス4両の6両編成を基本とする。4両編成は3扉の 5200K と4扉の L、シーカーもしくはロングシート使用者とは運用が分けられており、各停車駅では 5200K が L、シーカーもしくはロングシート使用者が丸で示される乗車位置に停車する。4扉車は大阪線とは異なり、 名古屋線系統では、L、C カーとロングシート使用者は、運用が分けられておらず共通運用となる。準急・普通列車に関しては、富吉駅発着の一部の準急を除いて、共通化されているが、前述の白塚駅伊勢中川駅間の一部の、普通列車は、急行の編成を単独で使う運用で、トイレ付きの4両編成が充当される。また、 2.3両編成の市線用ワンマン対応車は、名古屋線内では、島線直通列車の数本を除いた、全列車が、車掌乗務となる。2020年3月14日の、ダイヤ変更までは、車両運用の都合で、名古屋線の一部列車に、大阪線所属車両が使用されていた。4両編成についてはトイレを装備した片側4。 扉ロングシート車両の2610系などが、二両編成は、シリーズ21の9020系9051回を、除いたのすべての二両編成車両が入線していた。また、大阪線において、人身事故などや、車両故障などが発生し、運用が乱れた場合は、シリーズ21以外のすべての車両が入線していた。2020年現在は、 名古屋線の急行編成が検査などで、車両数が不足する場合のみに2610系、ロングシート車が入線することがある。また、大阪線用のシリーズ21については、基本的には営業列車では入線しないが、試験走行や名古屋総括部の内白塚列車区の乗務員が、ハンドル訓練を行う場合に、白塚駅まで入線することがある。 廃止区間の駅は時節を参照。川原町駅、西町駅、諏訪駅、四日市駅、宮間道駅2018年11月13日調査による主要駅の乗降客数は次の通り。全線でピタパやイコーカのほか、トイカやマニカなどの交通系 IC カードが全国総合利用サービスにより利用できる。 2007年4月1日のピタパ導入までの間に、近鉄名古屋駅、塩浜駅間の全駅と急行停車駅に自動改札機が設置された。また、近鉄線の大半で、移行か定期券の供用を開始することに伴い2014年末までに、東円駅を除く全駅に自動改札機が設置された。交通系 IC カードでは、 連絡運輸のない阪神電気鉄道線、山陽電気鉄道線間を連続して乗車することが可能である。1992年運輸政策審議会答申第12号によると、都大駅で名古屋市営地下鉄の金山線との相互、直通運転を検討するとしている。しかし、2020年時点においても金山線自体に事業化の動きはない。 ありがとうございます。